ノルウェーの戦い。ノルウェーの戦いは、第二次世界大戦中、ドイツ軍によるデンマーク・ノルウェー侵攻、ベーザー演習作戦後に、ドイツ軍と連合国軍との間で、ノルウェーで行われた戦い。イギリスとフランスは、ノルウェー援護のため、遠征部隊を派遣した。一定の成功は収めたが、ドイツ軍によるフランス侵攻の結果、連合国軍は撤退を余儀なくされ、 ノルウェー政府もロンドンへ逃れた。そして戦いはドイツによるノルウェー占領という結果に終わった。戦闘は4月9日から6月10日まで続いた。ノルウェーはソ連を除けばドイツ軍の侵攻に最も長く抵抗した国であった。ドイツ軍がノルウェーに侵攻した大きな理由はスウェーデンの鉄鉱石であった。ドイツは当器は主にノルウェーのナルビクから船で運ばれる。 スウェーデン産の鉄鉱石に依存していたから出る。その航路の安全を確保できれば、ドイツは戦争遂行に必要な鉄鉱石をより、容易に手に入れることができるのであった。加えて、両陣営にとって、ノルウェー侵攻の成功は、第一次世界大戦の時ような大規模な残酷戦を行うことなく、相手に打撃を与えられる可能性があった。大西洋の戦いにおいて、ノルウェーはドイツにとって、 戦術上重要な場所であった。ノルウェーの航空基地からは、ドイツの偵察機は、北、大西洋上空を遠くまで活動でき、また、ノルウェーから出撃する U ボートや水上戦闘艦は、北海のイギリスの封鎖線を破り、イギリスへ向かう戦団を攻撃することが可能であった。スウェーデンにとって、ドイツは、鉄鉱石の輸出先として、 重要な貿易相手国であり、友好関係にあった。この貿易の問題は当期に、スウェーデンのボスニア湾岸の鉄鉱石積み出し港、ルーレオが凍結ししまい、隣国ノルウェイのなるべく港経由でしかドイツに輸出することができない点にあった。連合国側もこの弱点は知っており、ドイツとしては、海軍力で勝るイギリスに先に占領される前に、ノルウェーを占領しておく必要に迫られた。 また、予定される対フランス戦の準備のためにも、迅速な制圧が必要であった。1940年4月9日、ドイツ軍のデンマーク侵攻部隊が国境を越え、またノルウェー攻略部隊も、敵前上陸を開始した。スウェーデンは、ドイツの侵攻作戦の外に置かれていることで安堵した、ものの武装中立を厳守し、連合国側からナチスよりと見られないために、 偽装改善への準備に追われることとなった。また、フィンランドは、ソビート連邦との冬戦争、第一次、ソカオル戦争の真っ只中であり、スウェーデンは上実の理由から、ドイツ軍の北欧侵攻にも、ソカオル戦争にも一切の援助を拒否するに至った。これにより、北ヨーロッパは、スウェーデンを除く全地が戦場となった。ユトランド半島は、ドイツと陸続きであり、 4月9日の早朝に、ドイツ陸軍部隊、第31軍団、エル・カウビッシュ中将式、2個、師団1個旅団機関が侵入した。ユトランド半島に1個、師団1個旅団、コッペンハーゲンが位置する、シェラン島へは1個師団が、ドイツ海軍と協力して上陸。また、ドイツ空軍の支援を受け、ユトランド半島北端の飛行場があるオルボーへの、 降下両兵の降下作戦を実施した。首都コペンハーゲンにドイツ軍が進駐したことにより、4月9日に開戦後2時間で降伏した。デンマークは地形上防衛は不可能で、軍備も不十分で大した抵抗はできなかった。連合軍の支援はノルウェーに向けられており、デンマークの反撃は象徴的な抵抗すら不可能な状況であった。 デンマーク国王クリスチャン10世は軍隊の動員令の発令を拒否し、ただ不評部隊がドイツ軍の進攻に応戦したのみであった。降伏までの両軍の死者はドイツ軍20人、デンマーク軍13人だった。デンマーク側は内政をデンマーク人に任せるという条件付きでドイツ軍の駐留を認めドイツの保護国となり、1943年までデンマークは ドイツのの占領国がどうあるべきかの手本となった。人口の集中する首都オスロ周辺の平野部の制圧も重要であったが人口の少ない北海沿岸フィヨルド地帯の中でもナルビックは鉄鉱石の積み出し港としてトロンハイムは鉄鉱石の輸送経路として重要であったトロンハイムは占領後連合国に対する通商破壊戦の有望と基地として ドイツにとって重要な港湾となる。ドイツ軍の作戦は、ニコラウス・ホン・ファルケンホルスト上級大将の指揮する第21軍団3個師団機関を、海軍と空軍の援護のもとに、ナルビク、トロンハイム、ベルゲン、スタバンエル、クリスチャンさん、オスロに上陸させ、一気にノルウェーを制圧するというものだった。4月7日に、リューベック、キール、 ビルヘルムスハーフェンを出航したドイツ海軍の艦隊は、イギリス潜水艦の小戒網には発見されずに、ノルウェー海岸諸都市に近づいた。デンマークへの侵攻と、並行して4月9日にオスロ、クリスチャンさん、エゲルスン、トロンハイム、アーレンダール各地へ、一斉に上陸作戦が行われた。ドイツ空軍の航続距離の短い BF-109E 戦闘機は、補助的に投入され、 187バイト級高下爆撃機の航続距離を延伸させた 187R 級高下爆撃機約40機が地上部隊を上陸と進行を支援した。爆撃はハインケル HE111H とユンカースジュ88で行われ BF110C 戦闘機約70機がそれらの護衛を担った。200機以上のユンカースジュ52輸送機が 占領したノルウェー各地の飛行場に展開した空部隊のための燃料、内陸へ進撃する部隊のための補給物資を空輸して進行を支援した。ドイツ陸軍とドイツ空軍の共同する電撃戦によって占領は成功したが、ドイツ海軍の軽巡洋艦 K ニヒスベルクがベルゲンの陸上砲台からの砲撃により損傷し、その後爆撃により転覆。 軽巡洋艦カールスルーエがスカゲラック海峡でイギリスの潜水艦トルーアンとの来撃で沈没、従巡洋艦ブリュッヒアーがオスロフィヨルドで陸上から発射された魚雷日本が中して沈没、さらにオスロ沖でポケット戦艦リュッツオウがイギリス潜水艦スピアフィッシュの来撃で大破するなど艦艇に大損害を受けた。イギリスはドイツに近いノルウェー南部には 艦隊は派遣できず、オスロを含むノルウェー南部諸都市は陥落した。ドイツ軍による侵攻が行われた時、イギリス軍もノルウェー沿岸への機雷不設作戦、ウィリフレット作戦を実行中であり、4月8日には、後天のためた艦と離れてしまっていたイギリス駆逐艦、グーワームがトロンハイム、なるべく攻略部隊と遭遇し、従順アドミラルヒッパーと駆逐艦の攻撃で撃沈された。 トロンヘーム沖海戦。ドイツ軍側もアドミラルヒッパーが損傷したものの、攻略部隊はトロンハイムに到達し、占領した。9日には、ロホーテン諸島沖で、イギリス海軍の巡洋船カンデナウンとグナイゼナウ、シャルンホルストが遭遇し交戦した、なるびく沖海戦。その後、なるびくのフィヨルド内で、ウォーバートンリー大佐率いる駆逐艦,艦部隊となるびく、 攻略部隊のフリードリヒボンテ大佐率いる駆逐艦部隊との海戦でイギリス艦隊もドイツ艦隊も駆逐艦2隻ずつを失いドイツ艦隊は優位にありながら弾薬欠乏のため追撃できなかった第1次なるべく海戦13日には戦艦ボースパイと空母フューリアスを含むイギリス艦隊がなるべく沖に達し残存のドイツ駆逐艦隊を攻撃して全滅させた第次 ナルビク海戦。イギリス空母、アークロイヤル・グローリアスによる航空支援の下、4月14日にトロンハイム北方のナルソに上陸し、続いて17日には、ナルビクとトロンハイム南方のアンナルスネへの上陸を行い、ノルウェー軍との合流に成功した。上陸したイギリス軍の補給用港湾に打撃を与えるため、ドイツ空軍の爆撃機が、 アンナルスネとナムソースに襲来した。4月23日からグローリアスよりグロスターグラディエーター戦闘機18機がアンナルスネ近郊に派遣され、港湾を防衛した。しかし、すでにノルウェーの大半はドイツ軍に占領されており、増援を受けて700機以上の航空機をノルウェーに展開させるドイツ空軍の激しい爆撃にさらされ、 イギリスとノルウェーの連合軍は4月30日にアンナルソネを放棄、5月2日にはナムソースも放棄され、5月3日にはトロンハイム周辺の上陸部隊は一掃されてしまった。5月10日、西部戦線でドイツ軍のフランス侵攻が始まり、フランスにおいても連合軍の劣勢が続き、6月5日にイギリス軍の弾気力脱出、ダイナモ作戦でイギリス軍は 大陸から姿を消し、本国の守りを固めなければならない。イギリス軍はノルウェーに軍隊を張り付けておく余裕はなくなった。ホーカーハリケーン MKI を装備する2個飛行隊を派遣し、なるびくだけは死守していたイギリス軍だったが、もはや維持する力はなく、なるびくは6月8日に陥落し、イギリス艦隊も撤退を始めた。 勢いに乗るドイツは、シャルンホルストグナイゼナウヒッパーを中心とする、追撃部隊を出航させ、同日再びナルビク沖で海戦となった、ノルウェー沖海戦。空母2隻、戦艦3隻というイギリス海軍の圧倒的優位にもかかわらず、っこ撃破された、イギリス側は、空母グローリアスイカ6隻が沈没、ドイツ側は、沈没なしという、イギリスにとっては、悪夢の結果に終わった。 ただしシャルンホルストはこの戦いで悲かみなり、ヒッパーは機関故障、グナイゼナウも開戦後の6月20日に潜水艦に雷撃されて損傷し、結局3隻とも入居している。イギリス軍はなんとかノルウェー国王、政府をイギリス本国に連れ帰ることには成功したものの、翌日ノルウェー軍はドイツ軍に休戦を申し込み、ノルウェーはドイツの傀儡政権である。 クビスング政権の支配下に置かれることとなった。ノルウェーは降伏したものの、王家と政府閣僚がロンドンに亡命した後、亡命政府とレジスタンスはナチス支配に抵抗を続けた。また、この戦いでドイツ海軍は従順、ブルッヒャー、軽順ニに滑るクカールスルーや駆逐艦十隻などを失う大損害を受け、また、 残存艦も、戦艦シャルンホルストグナイゼナウ、装甲艦、リュッツオウ、救命ドッチュラント以下多くが損傷して、戦列折れ、ただでさえ不均衡であった、海上戦力はより、イギリス優位に傾いた。この不均衡は、アシカ作戦にも影響を与えた。また、自鉄鋼の影響から、U ボートの魚雷の磁気式進艦の欠陥が、顕在化した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。